い、どうもヒデです。今回紹介するのはアビスパ福岡のエースストライカー、ルキアン選手です。ルキアン選手はブラジル人の選手で、ブラジルリーグのノバイガース FC でプロデビューします。しかし結果を出すことができず、ブラジルリーグのチームを転々とします。しかしどのチームでもあまりうまくいかず、韓国のプチョン FC に移籍、60試合に出場し19ゴールという成績を残します。翌年は同じ韓国リーグのプサンアイパークに移籍し、18試合に出場して1ゴールと結果を出すことができず、 FC アニャンにレンタル移籍。そこでは10試合に出場して4ゴールを決めています。その後タイリーグのバタヤユナイテッド FC、 チョンブリー FC を渡り、2019年にジュビロ磐田に移籍します。そして昨シーズン J2 で22ゴールを決めて得点王に輝き、チームを J2 優勝に導きました。そして今シーズンはアビスパ福岡に移籍し、24試合に出場して3ゴール2アシストという成績を残しています。そんなルキアン選手の特徴はワンタッチシュートが非常に上手い選手です。相手に体をぶつけられても動かないフィジカルを持っていて、クロスに合わせるのが得意です。それにマークを剥がす動きが上手で、ボールを受けて起点になるのが非常に上手い選手です。そんなルキアン選手の今後のゴールに注目です。以上。